アドベンチャー沖縄です。Hello, I'm Adventure 沖縄。本日はですね、閉鎖から9ヶ月経った、オロクバッティングセンターの跡地にできるお店について紹介いたします。オロクバッティングセンターは2018年12月31日に閉鎖されました。そこから約9ヶ月、なんとダイレックスが建設されています。Today I introduce、Broken Oak Batting Center. So Oak Batting Center is closed、2018. そしてちょっと英語説明が適当になりましたが、跡地にはご覧の通りダイレックスができるようです。オープンは明日ですね、2019年9月19日となっています。本日前日ということもあって準備しているようです。ダイレックスオロク will open tomorrow.September 19, 2019. え、駐車場はご覧の通り結構な台数があります。トラレにあったカロートハウス歌丸の跡地が駐車場になっているって感じです。ということで本日はアドベンチャー沖縄が、閉鎖から9ヶ月経ったオロクバッティングセンターの跡地にできるお店について紹介しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。Today I introduce to、Broken Oak Batting Center. Thank you for watching this movie.